巨人、DH 浅野翔吾のスーパーボールボディが進化。90キロ維持して体脂肪率減。巨人の新人合同自主トレ最終クールが26日、川崎市のジャイアンツ球場でスタートした。ドラフト1位浅野翔吾外野手18が練習後に取材対応し、鍛え上げられたスーパーボールボディに磨きがかかったことを明かした。初日に比べれば走れています。動いていることによって体脂肪が落ちてきて、筋肉量が上がっていっているのは良いことかなと思っています。入寮前はただ食べ過ぎの90キロだったんですけど、ただの90キロではなくなったと思う。でもまだ無駄な肉はあると思うので、キャンプでしっかり動いて絞っていきたい。身長171センチと小柄ながら、体重90キロ。14日に新人合同自主トレを視察した原監督から、玩具のスーパーボールに例えられた筋肉質な肉体は、約2週間でビルドアップ。体重90キロをキープしたまま、体脂肪率が 22% から 19% に低下したという。栄養管理している人に野菜から食べた方がいいと言われたので、最初に野菜を食べてからお肉とかに手をつけるようにしていますと、練習に加え、糖分の吸収を抑えるとされる食べ順ダイエットも効果抜群。2軍スタートとなった2月1日からの春季キャンプへ、順調な体作りが進んでいるようだ。もう体型は完成してるよな。90キロってやべえわ。これからシーズンに向けて絞っていくんやろうし、やろ。浅野のポジションってどこなん？レフトならギリギリセーフか？いや、普通にセンター。171センチやろ？90キロってムチムチやん。アスリートの数字ではない気がするが、最近まで高校生だったと考えたらこんなもんか？村上とは言わないが吉田くらいになってほしい。シーズンインの段階で 15% 前後まで絞るか調整するだろうよ。さすがに 19% は無駄なものつけすぎ。イチローは 6% くらいで維持して MLB のシーズン乗り切ってたし、MLB の投手でも平均は 15% 切ってる。体重は関係ない。スイングスピードと角度とバットの重さで飛距離は決まる。ああ、そのバットスピードとももとも相関関係あるのは体重ってご存知？笑。チャンネル登録よろしくお願いします。